視聴者様からリクエストの NHK 大河ドラマ太平記 PC エンジンをプレイします。日本地図の確認です。赤い旗が朝廷で味方、青い旗は幕府で敵。九州には幕府が4人、朝廷が3人います。白い旗は武将がいない秋城です。四国は秋城が一つだけです。この鳥居は現在不明です。中国は幕府が3人、朝廷が4人。近畿は朝廷が3人、幕府が1人、秋城が2つ。東海は朝廷が2人、幕府が3人、秋城が1つ。関東と北陸は、朝廷が2人、幕府が5人、秋城が1つ。幕府のボス3人、北条高時、長崎遠忌、長崎高助は関東に固まってます。武将は、道で繋がれた城を移動するのですが、隣の味方の城へ移動することができません。隣の敵の城かすき、城にしか移動できないのです。例えば、この勇気さんは、隣が味方の城しか、ないので、どこへも移動できません。隣の味方の城に移動するには、その城をすき城にする必要があります。日本地図の紹介は以上です。まずは、戦争準備で、草津城の佐々木同様の、武者編成をします。騎馬と弓と薙刀を500まで増やします。次のターンで鳴海城に移動します。次のターンで戦闘開始。布陣で騎馬と弓と薙刀を出撃。弓と薙刀は5部隊。騎馬は200と300に分けて布陣。
敵の旗本を包囲しました。運が良いと、この布陣で敵は出撃しません。弓で旗本を攻撃。500部隊なので5回連続攻撃。弓での攻撃なので反撃もなし。次は騎馬300で攻撃。反撃はありますが、騎馬は旗本に強いので、ノーダメージです。騎馬300なので、3回攻撃。次は、騎馬200で攻撃。今度は200なので、2回攻撃。なぎなたは旗本に弱いので待機。次のターン、弓500で攻撃。騎馬300で攻撃。敵の旗本は残り300なので、多分全滅できます。旗本がゼロになると、一騎打ち画面になります。敵の武将名越宗則を討ち取りました。鳴海城は佐々木がダッシュ。次はあの津、城が目標。興福寺の森、吉親王で武者編成。騎馬、弓、薙刀を500にします。旗本は自動で振り分けられます。次のターン、森、吉親王であの津、城へ移動。あの津、城で開戦。騎馬、弓、薙刀を500で出撃。敵は、騎馬100を5部隊、薙刀500。弓500で出撃。まずは、弓で騎馬を攻撃。騎馬が攻撃されないように、一歩下がります。敵は全軍が前進。
まずは、薙刀で牙を攻撃。弓で牙を攻撃。牙で牙を攻撃。互角で牙100が減りました。次のターン、敵は全軍で前進。敵の薙刀500が味方の弓500の射程に入ったので攻撃、全滅できれば大きい。弓の5回連続攻撃。薙刀を全滅。やった。味方の薙刀と牙が敵の弓の射程にいるので逃げます。薙刀は弓へ隣接。牙は交代して敵の牙と隣接。敵の牙と弓が交代。逃がさん。牙と薙刀は敵の弓の射程に入らないところへ移動。弓500の攻撃は半端ないので、とにかく避ける。敵部隊が前進。弓は下がります。騎馬は、弓と旗本へ隣接。敵の牙100はまさかの前進。敵の弓の射程に牙が入ってるので前進して弓を攻撃できる位置に移動。薙刀も敵の弓に隣接。敵の弓と牙が下がりました。薙刀を弓へ隣接。牙は牙を攻撃。相打ちで牙100が減りました。弓500が敵の旗本を攻撃。敵の弓が前進。これはチャンス。薙刀500で弓を攻撃。敵の弓が敵の旗元に戻ると敵はほぼ籠城します。籠城戦はお互いに弓しか攻撃できません。しかも籠城側の弓が圧倒的に強いです。敵の弓は100ダメージで、こちらの弓は500ダメージ。
籠城戦は守備が圧倒的に強いので、敵の弓を旗元に戻させない工夫が必要。と言っても、今のところ、弓隊との追いかけっこするしか、思いつかないです。敵の弓が消滅。これで勝ち確定。あとは、旗元を、牙と弓で全滅させれば勝利。100日以内に、勝利という縛りがあるので、あまり追い、かけっこで時間を消費したくないですが、舞台の補填も有限なので仕方ないです。敵の旗元は残り1120。士気と軍略は高いほど部隊が強くなります。敵武将を討ち取った部隊の士気が2上がります。軍略は多分固定です。軍略は、軍略の右のアイコンの部隊の能力が、アイコンの右の数字分強くなります。森、よし、新王の場合、薙刀が4強くなります。序盤は軍略が大事で、終盤は士気が大事らしいです。敵の旗元がゼロになりました。金沢貞昭を討ち取った。これで敵の討ち死には3名。森、よし、新王の士気が2から4に上がりました。本当は佐々木で倒したかったのですが、部隊の消耗を避けたかったので、止めました。森、よし、新王の尊問は、牙が200、薙刀が100です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。